お久しぶりです。皆さん、北京で留学してそのまま北京に就職したミョンです。今までずっとアカウントのパスワードを忘れててログインできず動画の更新ができませんでした。っていうのは嘘で、すみません。少し忙しくてちょっと動画編集する時間がなかなか見つからず、いつの間にか春になってました。あ、もうすぐ夏かな、夏になってました。今年の春からやっと少し時間ができて、最近実は上海に行ってきました。そうなんです。みんながみんなね、ミョンは絶対に上海は気に入るよ、絶対上海行ってみた方がいいよっておすすめされてたんですけど、実はまあ中国に来て8年目かな、今まだ上海に行ったことなかったんですよね。なので初めて上海に行ってきました。今回の上海はね、本当に思い立って行ったって感じで、ちょっと弾丸な上海の旅で、ちょうど同僚のみんながそれぞれ違う理由で上海に遊びに行くってなって、あ、じゃあ自分も行っちゃおうかなって感じで、で他にもいろいろ上海のグルメ見てるうちに、なんか上海の現地の人がおすすめする麺屋さんを何個か見つけたわけね。これがまた美味しそうで、では早速上海の麺の偵察動画をどうぞ。ひん、最初に偵察に来た麺屋さんはここ、ボシラノンタン。ちょうど12時あたりのご飯時間帯に行ったら、これがこれが大行列で、隣の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 お店まで並んでました。うん、我点了一份大肠面、炸猪排、葱烤大排、还有大肠面里面加了一个流心荷包蛋。揚げたネギの油にソースの濃い味付けで麺が絡められてあり、どちらかというと甘口寄りだったかな。で、ネットで見た濃油豉酱って味でした。濃油豉酱ってのは油重味濃及油多味濃糖重素宴の特点っていう言葉なんだけど、あー、わかるわかる、こういう味だ。そしてこの麺に入ってるこの大腸の肉、大腸のお肉は本当に美味しくて、結構大きく切られてて歯ごたえもあって、噛んだ時に脂感もあり、何よりも思ったよりたくさん麺に入ってました。だから最後らへん本当に少し食べるのがきつくなるぐらいたくさん入れてくれてて、 120% の満腹度でした。ひん、麺といえば上海はなんといっても上海ガニで作ったカニ味噌麺が有名なんですよね。あと麺だけじゃなくてカニ味噌が入った小籠包も美味しいで、食べなきゃ損損で、バスに乗って街中を観察してる時も、街中でカニ味噌麺のお店の外にはたくさん人が並んでました。祝日の旅行客はマジでやばいね。この後確か多分ニュースにも載ってました、この状況が。で、今回上海では全部で2回上海ガニを使ったカニ味噌の麺を食べました。値段はカニを使っていることもあり、決してお安くはないんですが、とっても美味しいので、本当に上海に旅行に来た日本人の皆さんにはおすすめです。本当はね、このカニ味噌の麺とか小籠包を作るにあたって、朝からカニからカニ味噌をかき集める動画を見たわけね。で、それがまた見てて、うん、爽快で、もしお店に行けるとしたら、そういう現場も見たいなって思ってて、まあ残念ながら今回見れなかったんだけど、もしかしたら朝方そういう作業してる時にお店に行ったら見れるかもしれません。次にチャレンジ。で、今回もう一軒行った上海の麺屋さん、君東记本帮麺馆にも行きました。これももう一つ見つけた麺屋さんで、結構現地人もおすすめのお店らしいんです。みんなは太麺と細麺どっちが好き？日本はちょっと極端で、太麺だったらもう中国の山西省、山西省にある超ぶっとい油泡麺のミャミャ麺か、もう極細の麺が好きで、極端な二つが好きだわけね。ひん。
という感じで、今回の動画は上海で食べた現地グルメを紹介しました。次回は上海といえばね、たくさん日本人がいるっていうのも有名で、日本食も多いんですよね。食べてきました。